8時出発です。阪急王子公園駅から出発です。はい、登山の一部始終、はい、ちょっと見てもらいたいと思います。ちょっと参加者何人目ぐらいかな。はい、駅前の押しボタン式の信号です。知らんけど8時スタートです。この動物園行ったことないんですよ。あ、そうなんですか。何か珍しいやつおるんですか。パンダがいますね。めっちゃ静かですね。あ、これで王子公園ジョギングコースが外れるって感じですね。坂多いですね、うん、青谷山宝泉寺、ニコニコゲラゲラワッハッハ、笑顔は人を幸せにする。これ多分山手幹線ですね。向こうが大阪型で、反対側は神戸型ですね。でこれを、直行する道をまっすぐ行きます。今信号待ちです。すごい、ほらちょっとわかるかな、これめっちゃ角度上り坂なんですよ今、うん、中井さんめっちゃ登ってきました。これ登ってきました。神戸の海が丸見え。神戸高等学校の古い校舎なんかな。結構歴史ある校舎っぽいです。こっから本格的でもないけどちょっと山道に入りますね。上の道トレイルですね。はい、では行きます。こっから登山道ですね。スタートです。最初階段しょ。はい、最初にこういうちょっとした急な階段ですね。土石流危険渓流ということです。観音寺川っていう川みたいですね。あ、でまた下りです。お、結構急ですね。堤防の堰堤ですね。堰堤のヘリを上り下りして、はい、またご覧のような山道に入ります。分岐点ですね。上の道ハイキングコース、左の方行くと南路ということで、この定時路菊生台西の駅方面に行きます。はい、本当にのどかな天気が良ければ本当にいい道です。でここでまた定時路というか二差路ですね、右の方には行かずに左の階段の方上に登っていきます。あ、これですね、ハイキング道マップです。こんな感じかな。はい、まあまあ登りますね。現在地ここです。王子公園駅から来ました。あ、ケーブルも行けるんですね、ここから。僕らがガーッと行って、おそらく今日こっちのここの前ロープや星野駅の隣まで行くと思います。毎朝まで 2.4 キロです、まあ、こんだけゆっくり走ってたら歩いてたら全然ねしんどくないですけど、まあ、最初からずっと今日はご覧のような半袖で来てるんですけど、まあ、これも登り始めると体暖かくなって逆に汗かかなくていいんで、まあ、山登り初心者の方でウェアが濡れて困るって汗でね、そういう方はね一回ちょっと着てる服を1枚減らして歩き始めてもいいんじゃないかなと思います。じゃあ毎朝頂上を目指して安全登山で参りましょう。 GO!はい、ここ4サロ3サロかな、菊生台マヤ山頂左側の方に行きます。上の道です。はい、登ってきたところでまた左右に分かれますんで、上の道、これ左右が上の道なのかな、ちょっと分かんないですけど左の方行きます。ちょっと軽く表示標識見てみましょう。僕らが来たところはメアケーブル駅 1.6 キロ、でこの左右の道ですね、虹の駅左行ったら 0.2 キロで、右行ったら、僕らが目指す毎朝ですね 1.5 キロです。ちょうど半分ぐらい歩いてきたところかな。はい、あ、ここ、お地蔵さんが右の方にありますね。
またまた丁字路です。左右に、分かれます。左に行くと青谷道か青丹道っていうところに行くみたいなんですけど、我々は右ですね、マヤ山 1.1 キロの方に向かいます。はい、ちゃんと道路標識があるので分かりやすいです。ちょっと上りです。はい、今分かれ道からちょっと来たところなんですけど、こんな感じでね、道標みたいなのが倒れてますね。おそらく誰かが寄付したんですけど、そんな感じの石だと思うんですけど、何やら、はい、川西なんとかと書いてますね。ちょっと何書いてるか分かんないです。はい、じゃあ行きましょう。あ、さっきの意味が分かりましたね。マヤ山史跡公園旧天上寺という跡ですね。こっから多分参道になるんかな、天上寺の。あ、向こうの方になんか拝殿みたいなのが見えますね。すごい立派な山門がありました。この下をくぐりたいと思います。仁王門ですね、まあ、だいたいお寺の入り口にある門です。はい、仁王門くぐります。ちょっと一回お辞儀をしておきました。まあ、ここから先はお寺の境内ということですね。はい、はい、異世界へようこそ。結構階段、きつい階段登っていきます。はい、まあまあ階段きついですね。終わりがなかなか見えないです。はい、多分ここでゴールだと思います。三条寺、旧三条寺階段、マジしんどかったです。これが目印かな、すげえ。なんかお天井寺や、三条寺やわ。こんな感じですね。ここはガチでしんどかったです。旧天井寺の建造物が、旧天井寺の本堂跡です。今は原っぱみたいになってます。巨大な杉みたいな木が倒れてます。皆さんしゃがんでここ通られてます。この杉の木かな、倒れたところにおぎり明神社跡っていうのがありましたね。ここに小さな拝殿みたいなのがあったみたいです。で、なんとびっくりしたのが、この杉倒れたところ、銅鏢が、ぶち当たってますね。バッキバキに壊れてます。これ天井寺跡の本堂跡の過ぎたところですね。今マヤさん登ってるんですけど、これはすごいですね。うわ、重っ、すごいな、こんなんなんねや。あんまぐらい行くことないんで。うわ、すげえ。いやー、これはもうバッキバキですね、銅鏢が。一体何トンあるんだろう、この親子杉って書いてましたね。すごい、めり込んでる。これわかるかな。はい、これ速やかに通ってくださいって書いてたんで、もう行きます。行きましょう。旧天井寺の親子杉。はい、天井寺跡突き当たり、これここですね。三権現社跡なんですけど、これ右行ったら菊生台なんですけど、僕らマヤさんなんで左行きます。あと 0.6 キロですね。もうすぐですね。はい、じゃあこっち行きます。菊生台ですね。ちょっと僕間違えてマヤさんの方行っちゃったんで、またすぐそこなんですけど、マヤさんから山頂から100m ぐらいかな、歩いて、はい、菊生台やってきました。標高 690m です。よいしょ。あ、皆さん集まってますね。はい、これで無事王子公園駅から菊生台やってきました。ありがとうございました。